皆さんこんにちは。バイク屋の夕方みたいな感じになってますか。なんかなってますね。はい。ADV150、グリップヒーターはですね、結局つかない。つかない。ということで、一応電話をしてですね。そしたら、じゃあ他のとりあえず他のやつをっていうことなんですが、と結局、まあ、時期が時期なのでね。在庫してないとかあるじゃないですか。とりあえずここスロットルの方はノーマルに戻してあります。で、左側は結局右と左でちょっと変わっちゃうじゃないですか。違うメーカーのにしてしまうとね。ただコントローラーとか多分一緒なんで、まあつくとは思うんですよ。はい、いわゆるこう同じとメーカー的にはね、大体似たようなとこが作ってるわけですから、はい。ただちょっとね、ボンドもボンドでくっついちゃってますから、取説ちゃんと書いてます。左からつけるつくかどうか試してから右側やればですかね。でも結局よしは外すしかないんですよ。だからもう諦めもう壊しちゃっていいって言ってるんで、おっしゃってるんで、ガッチリつくもんですねなんだかね、ボンドでね、はい、ガッチリついちゃってますね。なのでもうどうやったらいいんですかね。切ってとかね、そういう感じになるのかなと思うんですけど、はい、ちょっと隙間をこってね、なんかそっちにそこにこうボンド剥がすやつ、スプレーとかそういうのを流し込んでみるとやっぱダメですよね。スカスカじゃないですからね。もう入れる時もギュッと入れる感じなので、だからグリップは諦めるっていう、ね、結構高いと思うんですけどで、なんか PCX にはつくっていう話だっていうことなんですけど、ただ見たら PCX は書いてないんですよね。ホンダだと大きいバイクばっかで、ダメですね。はい、まあ単純に考えてこれよりも小さく、径を小さくはできないんだろうな。そこにギザギザが入ってね、はまるようになってますから。そう、でもそれぐらいにしないと遊びが全然ないので、これ以上も遊びの調整ができないところでね、やってもうきっちきちですからダメですよね。残念ですよね、これね、非常にね。で、フォグランプ、フォグライトの取り付けをしなきゃいけないので、はい、だからこの辺みんな外したんですよ結局とりあえずフォグライトの配線だけして、で、フォグライトはですね、このスイッチがオンオフになっちゃってますん で、リレーを動かすスイッチにもなってますんで、配線をちょっといじってですね、1本だけアクセサリーから行くようにしてあります、スイッチのところにね。だからエンジンかけてないときはオンにしてもつかないと、エンジンかけて初めてつくっていう仕組みにさせていただきました。はい、あとですね、ここにこれですね、これをねこうつけるっていうね、こうかな、あれなんですけど、これ見たらね、みんな樹脂なんですよ。ここカウルの止めるボックスでしょ。ここもヘッドライトのこの外側のこのカバー4箇所で止めるんですよ。危ないですよね。なんとなく危険を感じるんでどうかなと思ったんですけど、一応話をして、じゃあこれもじゃあそれだからやめとくっていうね話になったんですけど、ふと思ったんですけど結構丈夫なんですよねこれここは、まあ、こっちはね全部止めれば、まあ4箇所で止まるから別にここに乗っかるわけじゃないし、こう引っ張るわけじゃないですね。これでガッガッとかね、いわゆるねセロとかでこうついてないじゃないですか、バーね。ああいうのと違ってこうね、車体を引っ張り上げるとかそういう目的のために使わなければいけちゃうんじゃないのなんて一瞬思ったんですよ、だからこれはな。でもボルトとかついてないですよ実際でね、これもね、だから曲げなきゃダメですね、少しね。少しこう、クイッて曲げて、こう合わせるって感じ。ついてるとなんか見た目がね、ワイルドな感じがしていいですね。あと、ここのところカラーがないんで、カラーをね、こういうアルミのカラーとかこう入れて、こういうのをね、こう、スペーサーを入れて調整するっていう感じですよね。すごい。でも、ここではとりあえずつけなきゃいけないんでね。配線はもうこう来てるんですけど、下まで持ってきたんですけど、
こういうのがあった方がいい。ああいうのがあると あそこら辺にこうバン、ね、タイラップでピピって止められちゃうんで、その方がいいんですよ。助かるんですよね。でまたここになんかステーをつけて横に少しはみ出してこうフォグライトつけるみたいなね、はい、雨ですかもしかしてまずいですね。だず今日一日ずっとこれですよ。今6時でしょ。11時ぐらいからやってますから、はい。で食事だけちょっとしましたけど、30分今どうしたものかとシェアにくれているわけでございます。たださっきのバーをつけるためには こっち戻してからじゃないとぶつかっちゃうんで、とりあえずこれをね戻しますね、うん、さあでバッテリーから直接ねリレー組んで電源取ってますから、これねこうやってやるわけです、はい。これどうなってるかな、こうか、あそうこれはねこう差し込む、こう差し込んでバチなんですよ。 そう、ね、そういうこと書いておいてほしいですよね。サービスマニュアルね、書いて何も書いてないですよ。そういうことは書いてない、外し方は書いてない。まあね、壊せと言わんばかりの、壊して新しいの買ってって言わんばかりのね感じなんですけど、ね、そんな意地悪はしないですよね、もちろんね。なんていうかななんていうんですかね、これね、収まりが悪いのは配線が多いからかな。いや、そんなちょっと配線入れたぐらいでそんな収まりが悪くなるんですね。うわ、入らない。あれ、ここ入らないですね入らないな。あれなんで入んないの？そんなに入らないようなあれはない。これかな？これか。その分の支給になるみたいな。これが、あ、これが邪魔？リレーボックスが邪魔か。ああ、なにこれ。リレーボックスが邪魔か。下にこのまま突っ込んじゃう。やばい、リレーボックスが邪魔らしい。ああ、何これ、ここにこの下にそのリレーをこうか落とし込んで、で余裕があればねここにはまりますよね。そう、これねタンクがこう斜めって入ってるんですけど、こうギリギリのところにあるんですよタンクが、はい。でこの辺まであるんですけど、まだスペースありますよこの辺に。ここスペースあるの。だからタンク容量を多分12とかにもできますよ、おそらくやろうと思えば。すごいバイクですね。 NMAX はねフロント周り、この前の方にかなりスペースがあって、なんでガソリンタンクにしないのと思ったんですけどね、思いますよね。なんかコメントでね、クラッシャブルゾーンだと思います、もしギリギリまであったら、ぶつかった時にガソリンタンクに、ね、ぶつかってね、あの炎上する可能性があるからどうのこうのっていうねコメントをいただいたような気がするんですけど、 NMAX の時はね、 ADV の場合はそのまま炎上するパターンギリギリまでタンクありますから、うん、前の方にタンク持ってってますね、はい。これすごいですよ。さっきこれも外したんでね、それ取ればよかったですね。ガソリンなんかこう入ってこういう感じですね。こういう感じね。でこれで8リッターの容量ですもんね。すごいですね、うん。ガソリンタンクは大きい方がいいですよね。そうね、給油回数少なくて済むし。メーカーの方にはね。これでいいのか。これでハマってるのか。あ、そんなにキチキチじゃないの。でハマる。そんなことは思うんですよ。やっぱりね、ガソリンタンク大きい方がいいですよね。NMAX って何リッターぐらいですか？6リッターぐらいですかね。
でね、あの PCX と、まあ、ADV は8リッターということでね、うん、あとあの、プジョーのスピードファイトとかね、あれも8リッターです。8リッターぐらい入るとね、非常に緩いな、なんでだろう、このネジでいいんですけどね、緩いですね、うん、そしたらカバーをね、前をねバーンと戻すんですけど、多分悪戦苦闘しますね、またね、はい、ここだ、どこですかね、一箇所こうバチンとはまるところが、あ、ここかな、ここのところにあのこういう樹脂のこういうのがあって、こうバーンとはまるようになってるらしいですけど、外すときだから左側のハンドルグリップ外さなきゃいけない。でこれをつけるのにやっぱり、何ですか、ちょっとシリコングリスをね塗り塗りして、次回外すことがあるかどうかは分かりませんが、ありそうだな。だってグリップヒーターつけるんですもんね、外しますよね、これ外さないとここ外せないから結局やることになりますね。これはね、なかなかね難易度が高いで、これは破損する可能性が、やっぱり何かしらが破損する可能性が高いような気がするっていうことは、危機管理の観点から、なるべくならやらないっていうことでしょうね。もちろん自分のところで販売した車両の場合はね、そういうわけにいかないですよ、うん、それは当然なんですけど、やるんでね、やる。ただ、持ち込みでお願いしますと言われた場合には、いろんなことに鑑みてね、例えばこれ1枚多分平気で1万円以上すると思うんですよ。なんかあったらね、わずかばかりのね、数千円の工賃のために何万円もするとなると、ちょっと旧車みたい旧車とかってね、断るのそういうことなんですよ。うん、部品代だけの問題じゃない、部品だけの問題じゃないんですよ。うん、そう、結構ね、バイク屋さん知ってますから、部品出るって結構してたりするんですよ。うん、あ、出るんだよな。でも、なんかあったら嫌じゃないですか。前もお話をしたことがあるかもしれませんが、ね、BM のあの R100RS のこういうタイヤ交換頼まれて、チェンジャーにかけたら、リムが曲がったっつって。柔らかいから、それで結局中古見つかんないし、弁償したらしいですけど、十何万円、タイヤ交換のね、1万円もいかないんじゃないですか、工賃。そのためにね、そんなに払ったんじゃ意味ないですよね、うん、二度とやらないって言ってました。やらないですよね、手でやってれば多分大丈夫だったんで。下手にチェンジャーなんかね、使ってやったら、チェンジャーが持ってんだからね、いいとこです。これで入れるんです。入りますかね、これでバチバチバチって入れるだけなの。これ入んないじゃん。こうか、こうですね。うわ、これ上なんだよ。こう、ね、こう、とりあえずこう入りましたね。そしたらこ
これは。これ入んないでしょ。これどうやって入れるんだろうな。これが押されるんですよ。ここのカバーが一緒に動くんですよ。こうやって。だから押しても一緒に動いちゃうんですよ。固定されないわけだから。これは厳しい。向こう側はネジ止めだからリッドのところでそんなでもないですけど、こっちは厳しいな。これはまった。あ、はまった。はまりましたね。はまっちゃって。でもここがはまってない。叩いて入れてんの、うん、勢いですよね、やっぱりね。出ないと入らないでしょ、これ。でも入れたはいいけど、また外すの大変ですよね。そう、これね、ウインカーの配線、日干しでピッピッってやってましたけど、忘れたなんて言ったらシャレなんですよね。あっやべえまた外さなきゃなんて。ああ、さて、そしたらですね、ね、これ戻していくんですよ。クリームトリップ、よし。そしてこれを止めるんですが、純正のネジでは止められなかったんですね。位置がかなり曖昧な作りなので、適当感がないと止められない。でネジも適当ですよ。だいたい良さげなネジがあればそれを使う。あれ、危ない危ない。あれ、さっきあったネジはこれ。どうですか。あと微調整をね。ただ問題はここのところのスペースにこれを入れるんですが、で2個、うん、入るね、うん、ちょうどいいね。ただこんな長い、しかもこの大きさが M10 ぐらいの大きさなんですよ、この部分が。でもボルト自体は M6 なんですよ、向こう側ね。だ M6 のこういう長くて、しかもやっぱりね、ワッシャーみたいなのがついてるのを探さないと、厳しいわけでございます。しかも反対側はどうしたらいいの。さっきのやつはもうあと1個しかない。なんか適当なのを持ってきて取り付けるということですか、まあ、例えばこういう長いのを使って止めることはできますが、ここの部分の穴が大きいので、それをちゃんと固定しなきゃいけないですね。ワッシャー1枚とかで大丈夫。これだと入らない。そうすると押したりですかね。本当にね、こういうのね、もう適当に固定するしかない。何でもいい。
こんなんで大丈夫ですかね。いやあれダメだダメじゃないですか入らない。本当だったらここも M8 とか M10 みたいなボルトで止めるんでしょうね。こんなちっちゃいね細いボルトで止めるものじゃない。入らないな入らないな、おかしいな。入らない。あれ入らない。なんで M6 ですよね。 M6 だよ。 M5 じゃないよ。え M5 なのかな。M5 か。あれ M6 だよね。あれ M 微妙に細いな。微妙に細いじゃないか。合わない。合わないじゃないですか。まずいな。ダメか。比較倒れか。つかないわ。 M5 の細っ。 M5 のボルトなんか使ったら余計ダメですよね。細くてね。いや、これちょっと、あれこれ入るな。ん？あれ？さっきの M6、 あれ？これ M6、 あれ M6 だよ。 M6 ですよ。さっきのボルト、え？これ何？ん？あ、これ M5 だ。これが M5 のボルト。ね、もうね。くたびれてきてるんですかね。わけがわかんなくなってきますね。いやー、参ったな。どうなってるの？あれ？止めましょう。ね、とりあえず形上止めましょうよ。いやー。これ何時まで私はやればいいんですかね。終わるまで。終わるまで。あれ？あ、届かない。あー、もう届かないよ。これじゃあ届かない。ギリギリ届かない。あー、ダメか。 M5 の長いボルトなんかないですよね。あんなね、これ十分長いなと思ったんですけど、これじゃ足んなかった。あー、ダメだ。残念、できない。まあ正直ですね、しまうところがないんですよ、もう。だから本当は今日中に終わらせてお返ししようと思ったんですけど、明日ちょっとまたお預かりのバイクがあるんですよ。約束しちゃってるんでね、車検のやつですよね。で、明後日も車検のお預かりがあるんですよ。で、車検は祝日なんでね、木曜日までしかできない、木曜日にならないとできないので、どうしたらいいですかね。これはね、置く場所もないんですよ、本当に。うん、外も置く場所がない。あー、参ったな。お預かりバイクは外に置いとけないですしね。となると、厄介ですね。どうしようかな。これがあった方が やりやすいんじゃないですかね。だってこれで見つけるだけだから、あとここ固定するだけで済むんだから。左右をね、そうすればこれ
つくんで危ないですかね。危ないですかね。でもことのほかでもそのね固定すると結構しっかりしてるからいけちゃうんじゃないのなんて一瞬思ったりもするんですが、はい、ここだ。固めなきゃ。これカバーするともうほとんど上隠れちゃう。あと中のボルトがありましたね。これね、それがさっきのですね。お、もうボルトは完璧じゃないですか。ちゃんと全部ついてますよ。足りてますよ。あれ？息がないよ。さて、グリップ外れないな。そんな感じで、やってまいりました。店長のなしチャンネル。今日はですね、もうずっとこれにくっつき、最初雨だったんでちょっと部屋の少し片付け、部屋っていうか、はい、もういっぱい散乱してるんで片付けをしてですね、それで探してた部品とか、ああ出てきた、よかった、つけられると思ってですね、うん、でそんな感じだったんですけど、これお見えになったんでこちらがね、そして、そっから作業をずっとやらせていただいてるんですけど、で、あと途中ハスク、ハスクバーナー TR650、 ハスクバーナーっていうあれでもないですけどね、 TR650 のストラーダ、こちらを見に来たんですけどお客様がいらっしゃったんでね、でそれでちょっと車両出して、はい、っていうのがあったんですけど、なかなかないですよねっていうか、まあ1年に 何台か出るか出ないかぐらいじゃないですかっていう、ね、いい感じで、はい、検討しますと、ね、他になりましたけど、はい、そんな感じでだいぶ暗くなってきましたね。まずいですねこれね。どうしよう、非常にまずい。フォグランプ、こうやってフォグランプつけちゃえばいいかな。どこにこうね、これだとこの辺どこですか。つけづらいですねこれもね。ここかな、ここにこう外にどうなんですかね。もうやっぱりね、日本のとは言わないですけど、ちゃんとしたメーカー、ちゃんとした、うん、それがいいですよね。きっちりつけられますしね。そうじゃない、だから純正品しかやらないとか、そういうディーラーとかそうなんですよね。まあ、そうですよね。絶対に、まあ、いろんな加工しなきゃつかないとか、手入れなきゃつかないとか、なんか削ったりなんだりとかやんないですよね。やっつけ仕事ですもんね、それ結局はね。ピチッとくっつかないのね。でピチッとした賃金いただいてね。うん、それいいですよね。うん、そっか、そういういろんなそういうのもあって、みんな結局ね、そうなっていくんだろうなっていう。うん、うちは純正品しか使えませんとかね。うちはこうそれしかやらないとかね、そうなっていくんですよね多分ね。うーん、まあ何でもやりますっていうところがあってもまあいいとは思いますけどね。うん、さてこうやってやってこうダメな場合は工賃はどうなんですか。じゃあ普通にいただいて大丈夫ですか。ダメその場合はバスで言えば空車と一緒だから、みたいな。いただかないとね。さあそんな感じで、店長武蔵チャンネル、今日もちょっとまだまだこれからもう6時半ですよ、18時半、大丈夫ですかねって自分でもいつも思ってるんですよ。最近の方がなんか働いてる時間長い気がするんですよね、開けてる時間がね。前は大体17時ぐらいにはね、もうああもう閉めなきゃって言ってやってたんですけど、
仕事があっていいじゃないかというわけでもないんですよね、そういうわけでもないんですけどね、はい、そんな感じで、長々とご視聴ありがとうございました。こんな感じでとりあえず戻しましたが、まだまだつけなきゃいけないものがあって頑張ってやりたいと思います。ありがとうございました。